と向こう見てくださいよ。めちゃめちゃ雰囲気ありません？もうこれちょっとどっかの別荘地みたいな感じがしますけど、外を眺めながらね、家事ができるといいですね。家事ができる。本当です。実はこちらにですね、扉があります。ちょっと入ってみましょうか。はい。なんとここにファミリークローゼットがあります。まあファミリークローゼットでもご夫婦のクローゼットです。あ、ここに。そうなんですよ。面白いですね。まあおせっさんのねこだわりでもあるんですけども、キッチンにねよくお母さんが立たれるので、すぐここに服を取りにも来れるし、この直線上に。水回りがありますので、洗濯もね、収納するのもしやすいと思います。まあ、この辺はね、よくね、女の人は動くラインになってるので、このラインにあるっていうのはやっぱり便利がいいと思います。あ、そうですね。はい。ここ結構広いですけど、どれぐらいですか？これね、今3畳ですね。あ、これだけあれば十分ですね。もう十分やと思います。さっきの洋室にもありましたからね。そうですね。なので結構しまいますよ。で、実は、こうね、ちょっと、ごめんなさい、取っ手がまだついてなくて、開けれないんですけど、収納がキッチンの左右にありますので、ちょっとこちら開けますね。これまだね、ごめんなさいね、取っ手がついてないんで今手でもう本当にこんな感じになってます。あ、ここにねちゃんとあります。これがちゃんとねこうつくようになってますので、はい、全部ねありますけど、こんな収納が左右にありますので、これがどちらかというとパントリー的な役目になってます。なるほど。これだけあればもう夫婦だったらウォークインクローゼットもあって収納もあるので、結構ね、いろんなものがね、しまえると思いますよ。そうですね。で、先ほどから私が直線上って言ったんですけど、こっちのラインですね、直線っていうのが。こっちに水回りがね、まとまってるんですよ。へえ。ここ、どうぞ、めっちゃ広いですよ。お、広い。そうなんです。どれぐらいですか？3畳です。へえ、すごい。3畳あるんですよ。ここもランドリールーム。カンタ君もありますね、おなじみの。で、あとここにはもうやっぱり収納。出てからのタオルだったりとか、もう下着だったり、まあ、おじいちゃんおばあちゃん2人で住まれるんだったら、ここに、ね、全部下着とかも置いといてもいいですからね。確かにそうですね。そういった収納するのも置けるんですね。で、こういう風にね、今回引き戸になってます。お風呂ですね。あ、ここもなんかナチュラルな感じですね。そうなんですよ。色味がね、暖色系で温かみのある色になってます。そうですね。ちょっとね、サッシの位置をね、低くしてるんですよ。別荘地と言ってもいいぐらい雰囲気のある場所なので、そうですね、やっぱり夜ね、窓開けながら入っても大丈夫そうな。いいですね。そうなの。本当はね、ここクリアガラスの窓の雰囲気が出たんですけど、さすがにちょっと型になっちゃったんですけど、でもこれがクリアやったらなんかどっかの別荘地にいる感じにはね、なるので、サッシのね、高さも結構ね、低くするとこんな雰囲気になります。これもね、やりたい方はおすすめです。まあ場所によりますけどね。まあそうですね。今は本当にサッシつけない方もいるぐらいなので、サッシがあるかないか、開けれるか、立てる場所によってこのイメージはね、全然変わってくると思います。で、ここが、洗面になってます。これね、実は階段下なんですよ。階段下スペースをちょっと有効活用して、でもやっぱりこの高さってやっぱあるんですよね。そうですね。なので最初まあ、洗面がもともとこっちのようなイメージだったんですけど、ちょっとこっちに寄せて、ここはカウンターとして使えるようになってます。座ってなんか作業してもいいし、ちょっと広げて何かできるようにもなってるので、下はね、オープンスペースになってるので、収納ができたり、椅子をね、ここ奥入れたり、ゴミ箱も置けられるし、あ、いいですね。ここにちょっと収納並べてみたり、結構ね、いいスペースなんですよ、ここ。そうですね。なかなかこんなに広いね、スペース取れないんですけど、奥行きがあるので、ここに棚をつけることによって、この、ちょっと無駄のないスペースっていうんですか。ああ。すごいいいですよね。うまいことこうまとまっていると思います。で、ここにテラスドアを設けたので、まあお隣さんとのお家の行き来はもう常にね、ここから行けれるように。普段はもうここ開けて網戸にしといてもいいですし、いいですね。こんな感じで開けっぱなしにね、しといてもいいですしね。いいですね。まあお孫さんがね、ここからね、おじいちゃんおばあちゃんって言って出入りする場所でもあります。ちゃんとね、ここロールスクリーンもこうついてるので、本当ですね。まあ夜はこうやって閉めて、一応プライベートもこう、守られるようになってます。で、このお手洗いの、洗面の前がですね。はい。ここがお手洗い。ここがお手洗い。間違えちゃった。洗面でお手洗い。はい。すごい。可愛い感じになってます。本当ですね。おばあちゃんに選んでいただいて。センスがいいんですよ。ちょっと可愛らしく。収納もちゃんと埋め込み収納がね、こうついてるので。今回はね、上と下にこう重ねてつけてます。標準はこの1個なんですけれども、はい、お話ししている中で、あ、じゃあもう1個つけようかなんていう提案だったり、ご希望だったりお聞きすることできますので、たくさん聞かさせていただいて、こういう出来上がりになっていくので、なので本当にこの直線上にキッチンと水回りが全部ある感じです。なので床も全部水回りはフロアタイルにしてます。で、それに合わせて天井もレッド資材になってますね。へー。で、続いてここの一番広いところ、ここがリビングですね。別にリビングドアとかも何もないんですけど、入っていただいて、ここはもうリビングになります。ここのリビングで19畳あります。すごい広いですね。もうね、キッチンの方もつながってるので、もう全体的に広がりはありますね。で、窓もね2つあって、ここ窓も大きいですので、はい。すごい開放的ですね。開放的ですね。すごくね、窓がやっぱり2つあるっていうのはね。で、いつもね、このウッドブラインドも結構人気で家像つけるんですけども、今回ね可愛くこのレースついてるんですよ。可愛らしいですよ。この天井からこう長くついてるので。なるほど、2パターンなんですね。普段はねもう開けっぱなしでもいいぐらいの場所なんですけども、まあちょっとね視線が気になるなって言った時は、あと眩しいなって言った時はね、ちょっと閉めていただいて、いいですね。こう使い分けできるのも、ね、いいですよね。はい、ここは平屋って言いましたけれども、そうですよね、階段があるんですよ。実は上、ロフトになってます。結構ロフトも人気ですよ。まあやっぱり平屋が人気なので、平屋ベースにしてもちょっと2階のねちょっとロフトスペース作りたいなというお客様が多いんですけど、今回もそんなようなスペースになってます。なのでまずはここの上がり口、ここもねちょっとね踏み板ちょっと広めに作ってて、本当ですね、なんかちょっと雰囲気変えてるんですけど、あとはもう家像のアイアンで、ここまではアイアンの階段です。で、今回ここ毛込みをねちょっと黒色にしてるので、これもポイントですね。本当ですね、ちょっとなんか変わりますね。雰囲気がね変わりますね。締まりますね。で、こう上がってきていただくと、はい、広いですよ上。私身長低いんで全然立てます。お、すごい。10畳ありますここで。すごいですね。もうだんだんやっぱりね勾配のある片流れの屋根になってるので、こうちょっとこっちに行くにつれてこんな感じにはなりますけど、私身長150センチです。この辺ほら立てちゃいます。本当ですね。で、ここ辺だったら全然過ごせますね。で、全部この手すりもねアイアンで作ってるので、もうここがもうなんか全体的にワンフロアに、そうですね、なってますね。ちゃんとここでね、こうサッシがね、こう開けれるようにもなってますので、ちょっとした窓もあって、そうです。ここでちょっとね、風を入れていただいて、ここはね、お孫さんが使われるっていう、あ、そうなんですか。スペースで作ったのもあるんですよ。なのでちょっとお姉ちゃんが選んだね、クロスがここに貼られてるんですけど、ここが部屋なんて最高じゃないですか。もうこんなに広いスペースだったらすごい最高ですね。めっちゃいいですよ。いかがでしたでしょうか。こちらのお家はですね、まあ、今ご案内した通りですね、ご夫婦2人で住めれるようなコンパクトな平屋のお家になっております。子どもさんたちがまあ、成長されてご夫婦で暮らしていくっていう風になった時にですね、コンパクトな平屋を求めてお家づくりにご相談に来られるお客様も今増えております。そんなお客様のね参考になったお家になればいいなと思って、今回ご案内させていただきました。今回の動画がいいなと思われましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。